ノルン！カーロット、周りを見て、すごい兵士の数。おやおや、待ちくたびれましたよ、ブレイズ義賊団の皆さん。おかげで、あなたたちの艦隊の準備が十二分にできましたがね。仕方ねえな、シスキア、歓迎されてやるか。え、何言ってんのよ、この状況でやるつもりなの？どうせあいつらは数だけの寄せ集めだ、強さは知れているさ。ダメだよカーロット、ジェノンと合流するまでは待った方がいいって。これが待てる状況に見えるか、やるかやられるかだ。私が行くのね。デイビド、払ってる金の分は働いてくださいよ。任せときな。だがよ、見たところ奴らひよっこだぜ。いいのか？ああ見えても、キャツらはブレイズ義賊団、油断は禁物ですよ。ほう、あいつらが最近噂の。そうか、なら手加減無用だな。さてと、久しぶりに本気で暴れてやるか。攻め寄せろ！ここは任せな。怪しい低俗な族ども、私を怒らせた報いを受けなさい。報いを受けるのはお前の方だ。みんなから搾取した金を返せ。なんと、搾取することが報いを受けるべき罪だというのですか。搾取する、される、それは自然界の食物連鎖と同じ天が与えた役割なのですよ。搾取されるのが嫌ならこちら側の人間になればよい、それだけの話です。そうだったら誰かが搾取するあなたたちを倒せばいい、そう考えたのさ、僕たちはね。ん？何やつだ？
遅いぞジェノン、もったいつけすぎなんだよお前。無謀突撃ばっかやってるやつには少しお灸を据えなきゃと思ってね。それにピンチの時に登場した方が断然かっこいいしさ。女が誰もいないこんな場所でカッコつけてどうするんだよ。それもそうだね。おーい、私は私。ジェノン、悪いが冗談の続きは後にしてくれ。敵の数がとにかく多いんだ。わかったってば。よし、ガロット、シスキア、ユニオンを結成して戦おう。この数の兵を相手にする場合、各個人がそれぞれ戦闘していたら時間も体力も持つわけないさ。そうか、ユニオンか。よし、それで行こう。やりやがるな。
ことないぜ。嘘だな。実力は噂以上だな。セリカの苦戦も頷ける。だったらおめえらとやり合うには今は準備不足ってことだ。ま、命あってのものだねというしな。俺は引かせてもらうぜ。逃げるとは何事。払った金の分の仕事はしろ。旦那、人聞きが悪いな。もらった金の分は働きましたぜ。そこんとこ誤解ないように。じゃあ旦那、ごきげんよう。
私が下船な偽善者ごときに。おのれおのれ、いつか必ず復讐してあげますよ。まずい、ノルンが浮遊層外に逃げ込む。私に任せて。ああ、足に嫌だ。誰か抜いてくれ。ナイスヒットシスキア。諦めるんだなノルン。前を許すかよ。安静してるなんてよくも平然とそんな嘘がつけるもんだぜ。待てってガーロット、ノルンは解放しよう。お、いた、話のわかる人。いや、よく見たらあなた、えらく男前ですな。おい、ジェノン、解放するってどういうことだよ。もちろんタダでじゃないぜ。解放の謝礼に今まで搾取した金や物を全部返してもらう。なるほど、身の代金ね。そういうこと。早速逃げ帰った奴らと交渉だね。全部返せだと？ダメだ、ダメ。くそ。よく見たら貴様、全然男前じゃないぞ。どうやらノルン氏はご自分の立場が理解できていないようだね。じゃあ代わりに命をもらおうか。おい、待って。分かった、払う。払えばいいんだろう。甘いぜ。ノルンを町に返したらまた悪事を繰り返すだろう。改心する、約束する。二度と悪いことはしないから。そうだ、書面にしよう。良い考えだ。さらに金貨3000枚を払い。3000枚？そんな。どうせ汚い方法で稼いだ金だろ。そうそう、女の子を泣かしたりしてさ。言う通りよ、ノルン。利子だと思って諦めなよ。そう、これは見せしめなの。この話が噂を呼べば私たちを怖がって悪徳商人が減るでしょ。弱い立場の人々を食い物にする悪党はそれこそ星の数ほどいる。見せしめというと聞こえは悪いけれど、今までの方法では世の中は変えられないからね。とにかくノルンを使って交渉を呼びかけるよ。いいね。ああ、任せる。今までの方法では世の中は変えられない。冷静に考えれば確かにその通りだな。だがこんなやり方でちまちまとやっていて本当に変えられるのか。いや、
とてもそうは思えないな。どうすれば俺たちはこの矛盾に満ちた世界を変えられるんだ。